どうですか？履きました？OK です。カーテンオープン。こっちの全体で見えるところまで鏡で見てください。かっけー。もうちょっと下げてもよくない？気持ち結構下で履いてますね。もうちょっといけない？いけないな。そこをなんとか。いけないな。もうギリ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 です。これどう？どう？いい。形かっこいいよねこれ。うん、めっちゃいいな。ちょっとこっち向いて。めっちゃ似合ってると思いますよ。でもね、上がね。上がね、そうそう、上がね、問題。上のバンズをうちの服をちょっと着てもらいましょう。どれが気になりますか？さっきのあのロンティー着てみる。うん。選んでください。あ、選んでいいの？はい。じゃあ。一旦これ着てみようか。これに？もちろん一旦着てみてください。ちなみにね、上 XL になってます。 XL ですね。で、今履いてるパンツは L。 どうだめっちゃいい。いや、ちょっと待って、でかすぎるの。でかすぎるからちょっと待ってよ。ちょっとこれ脱いでください。大きいんでこっちにしよう。このシャツは L。 すごい色合ってるね。セットアップに見える。おお、ちょっとこっち向いてもらっていい？めっちゃいい。めっちゃいいよねこれ。今覚えといてよ。これインナーを変えよう。インナー変えたら、ちょっと丈のバランスがあるから、インナーに T シャツを着てもらいます。はい、じゃあ試着どうぞ。こちらへ。着てもらいました。鏡見てみて。うん、いいじゃん。いいよね。こっち向いて。あ、めっちゃいい。ズボン上げたでしょ。ズボン下がるけどいい。最初はね、こう女性でズボンを下げて履くのは慣れないと思うけど、最初だけだから。はい、どうぞこれを着てみてください。やっぱインナーも大事っていうのがこれでわかると思う。うん、全然違う。全然違うよね。全然違う。ほら。どうですか？え、かっこいいんじゃない？めっちゃいい。いける？いけるでしょう。いけますか？やっぱこうやってね、置いてあるやつを見るだけよりも実際に試着してみると全然違うよね。全然違う。いいよね。いい。ちょっとこれのバリエーションの違うのを見てもらいたいので、その上のシャツを脱いでください。で、今からあの夏っていうことで半袖のシャツをこちらの、女性らしいやつがいいかな、うん、女性っぽいやつ、こちらの赤いシャツを着てみてください。絶対似合うと思うよ。いけるかな。大きい？上はね、XL。 大きいな。どう？ちょっと大きくないですか？大きいのはもう大きいけどいいんじゃない？ん？ちょっとね、気になるのをもうちょっと下げれるんじゃないかっていうこのね。まあでも
だいぶ下げてくれたのでね、もうこれ以上僕は要求しません。頑張ってくれました。頑張りましたよ。頑張って下げてるよ。普段絶対下げて履くことないもんね。うん、ない。今日だからこれですごい頑張ったよね。勇気出したよね。勇気出してきてます。ボックスウェーブで会議は可愛いの。ね、さっきとあの雰囲気が、上のシャツ変えるだけでだいぶ変わります。いいんじゃない、めっちゃ。いいね。え、誰か気になる着たいやつある？ロンティーが気になる。ロンティー。あ、それ。あ、これ。これでも上 XL だよ。大丈夫かな。か大丈夫でしょう。着てみてください。多分大丈夫。この太いデニムだ、太いデニムで、あの腰で履いてる感じだったらこれ絶対合うと思う。着てみよう。履いてみよう。じゃあ試着してどうぞ。上 XL の下 L だね。どう？大きいけど。大きい。どうですか？それはもう仕方ない。ここが合う人逆にいないと思うから。ちょっと外出てみて。ちょっと歩いてきて。もういいけどね。着慣れないとそりゃ最初違和感あるけど、通りになりました。今日着た格好なんかさっきとだいぶ印象違うよね、やっぱ、うん、さっきの服着たらさ、うん、気分的にどんな感じ？決まってる感じ、うん、じゃあ今は物足りない、物足りなさを感じる。物足りない。なんかね、こう大丈夫この格好で。大丈夫ですよ、もちろん。今日だって家出る前に鏡見てきてるもんね。これでいいと思って来てるわけだから、ね、うん、なんかあるよね、こういう服着るとちょっと自分が強くなったみたいな感覚じゃないけど、なんかあるよね。好きな服着て外出た時にちょっと自信がつくみたいな、あるよね。あるある。だからなんか最初はこういう風な服って抵抗あるかもしれないけど、着てみたら意外に似合ったりとか、新しいこう自分に出会えるかもしれませんね。というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございます。この後お会計してもらって買って帰ります。はい、ありがとうございます。さよなら。